嘘でしょ嘘でしょマジマジでちょっと待って。マジですかうちほんまに。羨ましいこれが阪神ファンのね、もう正直なね、初もう優勝って聞いた。ええー、もうほんまその、その一言です。もうに羨ましい。もうまずはおめでとうございますわ。 うーんまあね、オリックスね、もう序盤からね、今日も今年ずっと強かったからね、もうほんまに、うんまあ優勝しても全然おかしくないという流れで、まあねえー、だんだんちょロッテが、えー、上昇してきてね、ちょっと厳しいなって中で、いや、よく、いやー、<laughs> うーんも,うもちろんね、もうほんとにね、もうみんな、えー、まあこう吉田正たがいない中で、ね、優勝できるってすごいよね、ほんまに。うん、えぐい、ほんまに。 まあね、阪神ファンで、も全然ね、もうオリックスの試合見てないから、まあ言わしてもらう。まあ、えー、個人的な感想でとらをまあ、杉本選手、4番で出場してね、結構バン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 ホームラン打ってて、やっぱあの方がやっぱキーマンじゃないかなと優勝の。あとは、えー、5個ぐらいタイトルをね、獲得してる山本由伸選手。この2人はね、本当に優勝のキーマンかなと思います。もう本当にね、えー、B ・モレルさん、えー、おめでとうございます。えー、よかったらまた。 ええね、京セラとかでね、会えたら嬉しいです。どうせ、まあ、うん、まあ、阪神も勝てると思うしね。<laughs> もうね、うん、言っとくけど、まあ、当たると願います。はい。ということで、えー、オリックス優勝おめでとうございます。まあ、僕も、えー、関西なんでね、嬉しいんですけど、うん、阪神もね、優勝できたらと思います。ほんまに。うん、とりあえずおめでとうございました。えー、ということで、今回はご願います。